ちは、赤旗トゥデイのお時間です。ナビゲーターは私、フルボッコ。解説はスポーツに無駄に詳しい負けばたさんです。よろしくお願いします。この時間は世界で活躍する特派員の特集と何かまとめ的なものをお送りします。まずは特派員の特集です。赤旗の海外報道は野球の王さん、長嶋さん並みにもう根強い人気がありますよね。各国の政治や国民の動きなど分かりやすく伝えているんです。そうですね。ではその特派員が世界のどこにいるか地図で確認しましょう。北京、ハノイ、ニューデリー、カイロ、パリ、ワシントン、この6カ国になりますね。なおワシントンとパリは2人ずつ駐在しています。すごいですね。世界をたった8人でカバーしているなんて驚きの守備範囲ですよ。いやー、8人といえばこれマネージャー付きのハンドボールチームが1チーム作れちゃいますね。そうですか、すごいですね。それはさておき、ワシントンの道口成幸記者からレポートが届いています。道口さん。皆さんこんにちは。新聞赤旗ワシントン特派員の道口典之です。後ろに見えるホワイトハウスの近くに支局を置き、僕と島田峰隆記者の2人で全米を担当しています。今日は他のメディアではあまり報じられていないアメリカの労働運動の現場を紹介します。それではどうぞ。いかがだったでしょうか。これからも一味も二味も違う新聞赤旗の国際報道をぜひご注目ください。それではまた。はい、道口さんありがとうございました。頑張ってましたね。カメラを回していたのは同じワシントン特派員の島田さんかもしれませんね。はい、あ、なるほど。ピッチャー道口の直球取材をキャッチャー島田記者がバッチリとカメラに収めていたというわけですね。いいバッテリーですね。さて続いてですね、ニューデリーの安川特派員からも写真と音声によるリポートが届いています。安川さん。新聞赤旗ニューデリー支局の安川隆です。ニューデリー支局では最近トヨタ自動車のインド子会社で続いている労働者と会社との争議を伝えました。給料の引き上げをめぐる交渉が1年近くにわたって難航した末に、会社が3月労働者を職場から締め出すロックアウトを宣言、後に解除しますが、労働者はこの間に30人の組合員が停職処分を受けたことなどに反発し、職場復帰を拒絶、抗議の断食を続けています。インドに進出した日本メーカーで労働争議が激化した例はこれだけではありません。2011年にはスズキのインド子会社で、労働組合の結成を認めなかった会社側に反発した労働者が長期にわたってストライキを実施。
翌年7月には暴動が発生し、死者が出る事態となりました。この時に解雇された労働者とその家族は、今も復職を求める運動を続けています。もちろん労働問題はインド企業でも起きています。紅茶の産地として世界的に有名なアッサム州のプランテーションでは、労働者が1日150円前後の低い賃金で働いている様子をレポートしました。またインド政府は原子力発電所の建設計画を各地で進めています。しかし多くの建設地で住民の激しい反対運動に直面しています。南部タミルナード州では漁業で生計を立てる村人たちの抗議運動を取材しました。インドは今総選挙の投票の真っ最中です。人口12億人、有権者が8億人を超え、世界最大の民主主義と呼ばれます。これが当面の取材の重要なテーマとなります。インドは多様性にあふれる国です。北部にはヒマラヤ山脈を望む高原都市があり、南部には亜熱帯の海岸線が続きます。同時に格差の激しい社会でもあります。大都市には富裕層向けのショッピングモールが多数並ぶ一方、全人口の 40% は今も農村で電気のない生活を送っています。近年は経済発展と IT 産業の急成長で注目されることの多かったインドですが、ニューデリー支局ではこれからもさまざまなインドの素顔を紹介していこうと考えています。はい、どうも安川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アメリカでもインドでも大活躍ですね。したね。実はですね、このインドの話続きがありまして、インドのトヨタの子会社がですね、ストライキをしてたんですけど、労働者4000人、トヨタの子会社が誓約書の要求を撤回して、労働者4000人工場に戻ることができました。おー、すごい。まだですね、賃金要求なんかに関しては課題もあるので、戦いは続いていくんですけどね、はい、こういうのも赤旗続き引き続きリポートしていきます。はい、いやー、よかったですね。これで断食も終わって、美味しいインド料理をたっぷり食べてほしいですね。そうですね、また元気になって働いてほしいです ね。はい、いやー、本当道口特派員も安川特派員もアウェーな海外で、もうワントップないしツートップの一角として奮闘していました。この赤旗の国際報道がこれだけ支持されているのは、やっぱり世界の大きな流れを国民の視点で捉えようとしているからなんですね。まあ、つまりこのサッカーボールばかりを追うんじゃなくて、両チームの選手のディフェンスラインから前線の選手までの動きを俯瞰して見ている、そういうことなんですね。いや、本当にこの2つの映像はまさにそうでした。なるほど。世界の首脳だけでなく国民を取り上げるのは赤旗ならではですよね。世界中のホットなニュースをお届けする新聞赤旗、これからもワールドでワイドな紙面作っていきます。よろしくお願いします。はい、さて続いてはですね、ちょっと緩めにいきたいと思います。はい、この会場で取ったアンケート結果の発表です。はい、アンケートでですね、ぶっちゃけ勘弁してというお題で4つ項目を用意しました。はい、1、はいはい、消費税来年から 10%、 ずっと派遣社員、憲法を変える、原発動かすとなっております。ではですね、会場の結果の前にですね、モニターの向こうの皆さんにもボタンを押して答えていただきたいなと思います。じゃ、準備いいですか。スイッチオン。いやー、どれがなりますかね。負けまたさん、どれが一番嫌ですか。僕はもう全部ですが、やっぱり消費税かな。消費税、やっぱね、お財布は痛いですもんね。もここに来るまでの交通費もね、かなりかかりましたしね。ね、もうね、きついですね。あ、時間押してます。あ、はいはいはい。でも結果があれやんか。あ、落ちた落ちた。あ、はい、出ました。出ましたね。消費税 10% が 21.6%、 ずっと派遣が 17.5%、 憲法を変えるが 36.5、 原発動かすが 24.3。 あ、おー、なるほど、こうなりましたか。あ、じゃあ憲法が多いですね。なるほど。ちなみに会場ではこういう結果になりましたよ。はいね、ここだと消費税増税に怒ってる皆さんが多いですね。多いですね。負けまたさん、この結果ご覧になっていかがですか。はい、そうですね、まるで今シーズンのこのバイエルンミュンヘンみたいに、もうダントツに消費税がね、
一番ですね、アンケートを行ったスタッフによりますと、まあ、ぶっちゃけドラマ勘弁してという方も結構いたようなんですよ。まあ、そういう方々はぜひ私たちと一緒にスクラムを組んで立ち向かいましょう。はい、バチコーイ。はい、さあ次です。まとめていきます。次はですね、事前にツイッターなどでいただいた質問なんかにも答えていきます。1通目はこちらです。姉さんの職業は何ですかということなんですが、赤旗記者に決まってるじゃないですか、やだね。はい、次いきます。仕事は5時で終わるの、夜打ち朝掛け当たり前ということですが、はい、フル僕はですね、朝ドラ見てから来るのであんまり夜打ち朝掛けって感じじゃないんですね。牧本さんはどうですか。はい、僕はスポーツなんで5時からがキックオフなんです。俺たちの夜明けはこれからだ、ということです。はい、次です。なぜ署名のない記事があるのということですが、ですね、まあ、あるのとないのとあってね、あの牧俣さんもフルボコもいろいろ署名も書いたりしてるんですけど、はい、本名でね、スクープものなんかですと、内部告発なんかもあるんですね。そうすると情報源を秘匿しておかないと告発してくれた方の人生を守れないということにもなりかねませんので、はい、社会を良くしていくため、その人の人生を守るためにあえて出さないということもあるということをご承知おきください。これからも頑張ります。はい、次ですね、赤旗記者の選考基準はということです。まずですね、これ共産党員じゃないと、まあ、赤旗記者になれないんですよ。ですね、なのでですね、まず赤旗記者になりたいなという方はあなたの熱い思いを地区委員会とか言ってぶつけていただいて、ぶつけてください。はい、1年ぐらいもみにもまれていただいて、はい、話はそれからですね。はい、ね、はい、次ですね、はい、これが次が一番困ったんですけども、C さんの魅力は五七五で答えてということです。え、牧俣さん読めます？五七五、そうですね、まあ、C さんといえば、まあ、共産党の委員長で党首ですから、はい、国政で投げる玉みな素晴らしい。はい、スポーツ式で寒いダジャレありがとうございました。まとめ、はい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 、はい、わかりました。じゃあ私からはですね、ギャグを言う前に一泊置く君のアヒル口、本当にまとめなきゃいけないのね、わかりました、すいません。はい、はい、じゃあですね、2日間の長きにわたって赤旗トゥデイをお楽しみいただきましてありがとうございます。私たちはもうこれでお分かりなんですけれども、はい、赤旗以外の共産党の番組はまだまだ続きます。物品もまだたくさんありますので、どうぞお買い求めください。私たちとの別れ名残惜しいと思っていただける方は新聞赤旗をご購読いただけると毎日お会いできますので、ぜひお買い求めください。はい、お申し込みはこちらです。はい、東京03-3403-6111、王さん三振、王寒いと覚えてください。くれぐれもおかけ間違いのないようにご注意ください。それでは赤旗とありがとうございました。お相手は私、フルボッコと負けまたでした。ではまた明日の紙面でお会いしましょう。ごきげんよう。